ゲームを開始します。皆さんおはこんばんちは、うぷ主の新竜です。前回順調にワールドダービートーナメントファーストステージ突破しました。このままファイナルまで行って優勝できるでしょうか。さあ飛び出した14頭、勝利を目指して突き進む若駒たちであります。果たして何が行くのでありましょうか。腹を切ったのは3番時の実る、その後ろでありましょうか。13番初トップエースウィナーズサークルがそのうちにいます。初トップエース外から懸命にメリーナイス時の実るが先頭だ。14番本間海馬、そして外にメリーナイス、それからネオユニバースまだ先頭時の実る、外から懸命に本間海馬時の実る先頭。変わったか変わったか変わった、本間海馬先頭、内本間海馬外グラメンテ、どっちだどっちだ。よしよし、セカンドステージも順調に突破しました。見たか、僕の実力、このままファイナルもいただきだね。まあ3着以下でもワールドの権利もあるから気軽に頑張れよ。了解しました、行ってきます。あなたに決めた。それぞれの熱い思いを乗せてターフを駆け抜けます。ワールドダービートーナメントファイナル。果たして何が行くのでありましょうか。先頭に立ったのは10番赤手南郷、大方の予想通りであります。それから3番名将サムソン、外を通りましてウォーエンブレム、エボニーグローブ、そして5番手にナチュラリズムであります。セルティックアームズがそのうちにいます。そしてその後ろから11番アジアティックボーイ、その外にベーリング、ドリームウェル、そのうちからは5番クライテリオン、2番ホンマカイナ、デザートキングが6番セルティックアームズ、そしてその外に7番ナチュラリズム、それから11番アジアティックボーイ、外を通って12番ベーリング、その後ろでやりましょうか。14番ドリームウェル、クライテリオン、そして1番人気のホンマカイナ、なかなかいい感じ。外から1頭デザートキング、その後ろ3馬身くらいあって4番キャメロット。さあ光り輝く頂を目指し、あとは直線を残すのみ。3連勝なるか、本間海馬ウォーエンブレム、そしてその後ろから名将サムソン、先頭赤手南郷が4馬身リード、クライテリオンも懸命に追うウォーエンブレム、そしてその後ろからエボニーグローブ、12番ベーリング、ここで一気にクライテリオンだ、内から懸命にウォーエンブレムかわした、2番手にベーリングだ、クライテリオン先頭、クライテリオンが勝ちました。ベーリングは2着3着に本間海馬。まあ、3着だし、十分合格点じゃないかな。ここは外せない戦い、2着目指して頑張ってくれ。最強馬の称号をかけてワールドブリーダーズカップターフ、まずまずのスタートを切りました。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのはソーユーシンク、これを追って6番レーンウィン、そのうちオアジョイアス、それから1番マスターオライリー、その外からはコールディーゼル、デイリングス、それから4番セイントリー、そしてその後ろから10番リライアブルマン、外を通りましてホンマカイナ、
そのうちにレオスちゃん、キングストンタウン、内を通って9番トーキート、それから12番ラフハビット、8番ネビュラスカイ、これがしんがりであります。もう一度先頭から順番に参りますと、14番ソーエルシンクが先頭です。レンウィン、内から1頭3番オアジョイアス、そして4番手に1番マスターオライリーであります。その後ろでやりましょうか、7番コールディーゼル、それからレイリングス、4番セイントリー、それから足毛の馬体リライアブルマン、1番人気のホンマカイナ。さあ気合はどうなんだ。ディオシちゃんがその後ろ、それからキングストンタウン、そして内からはトーキート、12番ラフハビット、しんがりからネビュラスカイであります。とにかく一段一段です。依然先頭ソーユーシンクであります。6番レンウィン、その内からはオアジョイアス、そして4番手に1番マスターオライリーであります。さあ残すは直線勝負、最高の舞台に駒を進めるのはどの馬か。本馬会な直線伸びてくるのかどうか、レンウィン、そしてその後ろからモアジョイエス、先頭ソーユーシンク、ソーユーシンクが一馬身リード、内から懸命にモアジョイエス、2番手にレンウィン、黄色い帽子ネビュラスカイ、ソーユーシンクが差し返してくる、ネビュラスカイ先頭、内から懸命にレンウィン、ネビュラスカイ先頭、ネビュラスカイ、ネビュラスカイだ。ワールドブリーダーズカップ初制覇、獲得賞金は3000枚突破。ごめんなさい、着外に沈んでしまいました。まあいいよ、次のドバイでまたワールド出走権取ってきてね。わかりました、頑張ります。期待してるよ。スタートを切りました。14頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。先頭に立ったのはライブリーワン、内を通ってスルスルとイブンベイが上がっていきました。その外からは11番バヤコア、そしてその後ろから8番プレザントタップ、14番リズム、そしてそのうちに7番ゴー&ゴー、それからサマースコール、テリモンがそのうちにいます。ゴーフォー&、2番エルマームル、そして外からはアンブライドルと、そのうちにホンマカイダ、ライブリーワン、そして5番手にリズムであります。内から1頭7番ゴー&ゴー、その後ろ3馬身くらいあって12番サマースコール、そして内からは10番テリモン、それから1番ゴーフォー&、 2番エルマームル、それから3番アンブライドルと、その内からはホンマカイダ、そしてその外に6番ベターリューションアップ、成田ハヤブサがその後ろ。さあいよいよ最後の直線、ドバイミーティング最高の瞬間が訪れようとしています。ホンマカイナ馬群をさばききれるかどうか。3番手にバヤコア、プレザントタップかわして先頭に立った。内から1頭イブンベイ、先頭はプレザントタップ、エルマームルも懸命に追う。アンブライドルドが2番手、アンブライドルド先頭だ。1着アンブライドルド、2着エルマームル。ここで3着も取れないのか、悪いけど、クビだね。ですよね。次こそは、いい馬作れるよう、頑張ります。ということで、勝ち付けするための、シンガポール、頼むからすんなり、買ってくれよ。さあ飛び出した14頭、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは6番イブンベイ、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。それからシャフツベリーアベニュー、内を通りまして5番スパニッシュガリアード、スーパーインポーズ、ウォーターボートマン。14頭、第1コーナー左にカーブを取ります。それからもう1頭スカイクラシック、8番ホンマカイダ、12番ケッセム、そしてそのうちにシーバズリベンジ、一番後ろにフレーミングロックであります。もう一度整理しましょうか。イブンベイがレースを引っ張るようになりました。そして2番手にシャフツベリーアベニューであります。そのうちスパニッシュガリアード、それからスーパーインポーズ、ウォーターボートマン、スカイクラシック、リライアブルソースが並んでいます。そのうちに1番ゴールデンフェザント、それからベターリューションアップ、3番ザファントム、これがホンマカイナ。1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。虹色騎手、場内がどっと来ています。
本間海縄まだ後方、ようやく追い込み態勢。イブンベイ先頭、この辺りで先頭はシャフツベリーアベニュー、外から懸命にゴールデンフェザント、ゴールデンフェザントが先頭に変わった。本間海縄先頭だ。ザファントムが2番手。本間海縄先頭、1着8番本間海縄。 G12 勝目、獲得賞金は3000枚突破。よしよし、これで引退できる。今までご苦労様。次は、頑張ります。皆様応援ありがとう。次回予告の前にこれを見てくれ。これはさっきのシンガポール終わった後の出来事。シャイな娘をボーナスワールドに出します。お分かりいただけただろうか。さすが、サービスの良い店舗は、競争率も激しいです。ってことで、次回は、初めて、サブワールドに、出してみようかと思います。最近イベントレース勝ってないから、ここでメダルを貯めておきたいです。ではまた。ゲームを終了しています。ゲームを終了しました。またのお越しをお待ちしています。